最後に株式会社ゼルビア取締役社長ホッとするわ大友武史さんよりご挨拶を申し上げます。分かった、安心大友社長、よろしくお願いします。最終戦の方に FC 町田ゼルビア、そして東京ヴェルディさんのファン、サポーターの方、本当に大勢お越しいただきまして感謝申し上げます。ありがとうございます。我々今シーズンはもっと町田の笑顔のためにというスローガンを掲げ、チームは6位以内という目標を掲げて進みました。皆さんに選手が一戦一戦全力で戦うことで多くの笑顔を生まれたのかなというふうに感じております。実際に今シーズン選手たちは結果を出すことでクラブに大きな変革をもたらしました。まだまだクラブが足りないところがあるということだと思います。まだまだ選手たちに引っ張ってもらっているというような思いがします。我々は2020年 J1 で戦うことを目標として進んでおります。集客、施設の問題、解決していくことは多いです。しかし、それを解決して、もっと選手の後押しをしていきたいと思っております。どうぞ、ファン・サポーターの皆様、スポンサーの皆様、行政の皆様、来シーズンも力を貸してください。これからも頑張ってまいります。今シーズン本当にありがとうございました。